黙示録。さあ始めようか、地獄の共演を。そんなに奴が心配か。立ち止まるわけにはいかない僕は忠告したはずだよ。今度変身すれば死ぬかもしれないって。姫屋さん。各機攻撃開始。ウルトラマンを援護せよ。了解。逃げたのか。石森。ビースト振動波ディクリーズ。安全レベルです。姫屋さん。大丈夫ですか。巨人が私を助けてくれたんです。分かってます。大丈夫ですか。大丈夫です。構わん。姫や純を探せ。まだこの近くにいるはずだ。はい。セラ、セラ、俺を誰も救えなかった。
誰一人。ジュン、まだ終わってないわ。え？姫さん、ごもん。よかった、気がついて。すぐ救急隊が。ダメだ。俺にはまだやらなければならないことは。なぜそうまでして戦うんです。一体何のために。理由は俺にもわからない。だが光は俺にこの力を与えた。だから俺は。でもそんな体で戦えばあなたは死んでしまう。僕らだって戦います。だから行かせてあげなさい。彼が望むようにさせるべきだ。副隊長、急ぎなさい。じきに MP が到着するわ。すまない。なぜあの時姫谷さんを行かせたんですか。私が撃つとでも思った。いえ、ただ顧問隊員、あなたはなぜあの男を信じたの。え、姫谷純が普通の人間と違うと知りながらなぜ疑いもなく信じられたの。それは多分、僕が子供の頃宇宙人に命を助けられたから。宇宙人に。家族でキャンプに出かけた時僕川に落ちたんです。激流に飲まれてもうダメだって観念した時、頭の中に声が聞こえたんです。諦めるな、諦めるな、諦めるな。僕を助けてくれた人が突然光の中に消えて夢を見たんだって誰もが言いました。でも僕にはそう思えなかった。そして初めてウルトラマンに命を救われたあの時も。諦めるな。姫谷は確かに信じるに足る相手だったかもしれない。でも宇宙人であれビーストであれそのほとんどが人間と敵対する存在であることは確かよ。ママ、ママ。
不用意に心を許せば後悔することになる。この町の真下で何かとんでもねえ異変が起きていることは確かだ。俺はそれは行きたい。でもな、どこもかしこも警戒厳重だね。入り込む隙間もない。で、あの連中に見つからずに地下に侵入したいと。どっか秘密の入り口とかないかな。そんな都合よくあるわけないか。ある。え、とっておきのやつ見たまえ。東京の地下には帝都防衛を目的に掘られた秘密の通路が無数に存在する。今回のビーストによる連続失踪事件は決して無作為ではなく、ある明確な意思を持って行われていたんです。明確な意思？インクリプション、暗号です。現在までの消失ポイントは6箇所。そのポイントを示す全ての数値をゲマトリア解釈法で分析した結果、ある一文が導き出されました。ゲマトリア解釈法？古代ギリシャなどで発達した一種の暗号解読法だよ。全ての数値をアルファベットに置き換えることで隠された文章を探ることができる。隠された文章？7つ目の封印が解かれし時、深夜0時、闇の扉は開き、終焉の地へと通じ。終焉の地？黙示録に記された最終決戦の場所だ。黙示録。そう、西条副隊長へのメッセージは単なる脅し文句ではなく、みぞろぎからの重要なヒントだった。奴は大胆にもビーストが潜む特殊移送のゲートが開く正確な時間と場所を僕らに伝えていた。そんなことのために大勢の人間を犠牲に。で、7つ目の封印が解かれる場所は？6つのポイントは黙示録に登場する7つの境界の位置と一致します。つまり残る最後の一箇所。新宿中央公園。ネクサス、ネクサス。戦場で写真を？もう決めたことなのね。君っていつもそう、常に自分を追い詰める仕事ばかり選ぶ。まるで お世話になりました。一つだけ、一つだけ約束してくれる？必ず生きて帰ってくるって。これは夢じゃないぜ、サクタさん。おかしい。ここはさっきも通った場所だ。一体どうなっちまってんだ。
ゲート開放時刻午前0時まであと10分です。クロンチェスターテイクオフ。レゴロさん、ここは危険だ。地上に戻ってください。赤い家、俺だってなジャーナリストの端くれだ。そう簡単に引き裂かれるか。戻るんだ。この先には死しかない。もう誰の死も見たくないんだ。姫や、お前をそこまで駆り立てるものは何だ。お前は一体何と戦ってるんだ。俺が戦っているもの、それは宿命です。俺が追い求めていた真実。見ろ、あれがヒミアだ。遥か宇宙から飛来した光、やつはその光に選ばれ銀色の巨人となった。だがやつはその力の価値を分かっちゃいない。闇の扉。ゲートが開いた。突入せよ。
重力波抵抗30。11時の方向、思想エネルギー収束ポイント3。分かった、左誤導旋回。奴の戦いは終わる。姫やジュンはその役目を終えたのさ。ここが終焉の地。あれは処刑の開始だ。顧問、光は絆だ。